島芸術村は、三重県戸橋浦村町で計画されていた、開発構想である。セゾングループの西洋環境開発市会社である島、東京カウンティが主体となって事業が進められていたが、平成不況により事実上計画が放棄されている。計画面積73.6ヘクタールにわたる、広大な敷地に、ビーチゾーンタラソテラピーゾーン。 芸術村の3つの区域を設定し、滞在型のリゾートを整備する構想であった。芸術村の開発用地は、三重県庁の関連団体である、財団法人三重県島開発公社が、パールロードの沿線開発のために先行取得していた土地である。1972年5月に、島芸術村の建設事業体となる、株式会社島東京カウンティが資本金1億円で、 設立された。同社は、西洋環境開発や西部百貨店などの民間企業と三重県島開発公社戸橋開発公社の公営企業が共同で設けた企業である。芸術村開発の第一弾として1982年に戸柱浜海水浴場が開かれた。そして1988年7月9日には、 三重県の総合的なリゾート開発計画、三重サンベルトゾーン構想が国から承認を受け、島芸術村構想はその中の戸場地区に位置づけられた。1989年9月には芸術村ゾーンの土地造成がほぼ終了、日本の国内外から芸術家が視察に訪れた。あとは施設の建設を待つのみであった。1992年8月には、 タラソテラピーゾーンの中核施設であるタラサ島が、開業、女性市場で取り上げられた。タラサ島は、セゾングループを率いた、筒見聖事肝入りの事業であり、約250億円を投入した開発であった。しかし、その後バブル崩壊の影響を受け、集客、居住施設の建設を中断し、島東京カウンティは、多額の負債返済と運転資金の援助 親会社の西洋環境開発に頼ることとなる。頼みであった西洋環境開発は2000年7月に特別生産を実施、資金供給のなくなった島東京カウンティは翌2001年1月に民事再生法の適用を申請した。これにより事実上、島芸術村の開発は停止した。株式会社島東京カウンティは かつて不動産賃貸業を営んでいた日本の企業。東京都豊島区東池袋3丁目1番1号に本社を置き、最後の社長は松尾俊之であった。1972年に設立。2001年1月9日に東京地方裁判所へ民事再生法の適用を申請。負債総額は191億6千万円であった。 同年8月1日に美術品販売を手掛ける RB 版が買収を発表、タラサ島スパリゾート株式会社に社名を改め、本社を東京都新宿区西新宿1丁目25番1号に移転し、RB 版社長の野沢克美が取締役会長に就任した。買収のコーディネートはホテル再建プロデュース事業に新規参入を果たした。 京都総合研究所が言った。島東京カウンティの買収には、アメリカのリップルウッドとマリオットのグループや、香港の CCL グループも名乗りを上げていた。計画立案時点で、すでに開業していた戸柱浜海水浴場に、ビーチハウスという歩道を整備するものであった。戸柱浜海水浴場戸柱浜海水浴場は、 三重県鳥羽浦村町あざ白浜にある海水浴場。遠浅の海と白い砂浜が特徴で、入場料は無料。毎年7月1日から9月中旬まで開設される。2010年の水質調査では、AA と判定された。本格的なタラソテラピーが受けられる、日本初の施設として、タラサ島を新設するというもの。 1992年8月に開業し、計画は実現している。開業当初、タラサ島は、島東京カウンティが経営していたが、2001年に、R ビバンが同社を、買収、すぐに全日空ホテルズに経営を委託。タラサ島全日空ホテルリゾートとして、運営していたが、2003年6月30日に、契約を解消。 翌日から、r ールビバンが直接経営に乗り出した。しかし経営は好転せず、2009年12月1日から、星野リゾートに運営が委託され、現在は、星野リゾートの子会社である有限会社島、ホテルマネージメントが運営していた。2018年に、大江戸温泉物語へと譲渡された。海の博物館日本と、日本国外の芸術家が交流。 滞在しながら創作活動を行えるような空間を整備するものであった。芸術回育成を行うアートホール、セミナー室などを備えたカウンセルハウス、ギャラリー、ゲストハウス、造形工房、ロッジを建設する予定であったがほとんど実現していない。実際に建設されたのは、戸橋戸場一丁目から新築移転した海の博物館と美術館の島ミュージアムのみである。 海の博物館会の博物館は、三重県鳥羽し浦村町大吉1731-68にある博物館。1971年に鳥羽し街地に開館したが、1992年に島芸術村の敷地内に移転した。島ミュージアム。島ミュージアムは、かつて、三重県鳥羽し浦村町1772-4にあった美術館。 海の博物館同様、内藤博士の設計した作品であり、1993年に、竣工した。地元の芸術家の作品を中心に展示していた。絵画や、彫刻の展示のみならずミニコンサートを開くなどして、年中無休で運営されていたが、後に閉館した。その後、俳優の岩木孝一が買い取り、2003年3月21日に、 自身の所有するバイクを展示する、モーターサイクルパビリオン公一脇として生まれ変わった。しかし、これも長くは続かず、閉館、現在は廃墟となっている。ありがとうございます。